あか、はよ、はよ収録しんと、マイクの電池がなくにな、なくな、噛んでない。なくなりかけてるわ。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、こちら久しぶりにね、LED 商品買ったんですよ。紹介していきましょう。これちなみにね、どっちでした？アリエクのセールの時に購入しました。こちらのビニールはね、また残しておきますね。大会に出るんですよ。あ、これなんかホワイトバランスが、あ、こんなもんですか。大会に出るときにね、残しておきます。説明書がついてたんで、こちらもね、これなんですか、リモコンの説明書ですかね。後で見ていきましょうか。今回購入したのが、あ、こちらも残しておきますよ。そうです、これ可愛くないですか。これ猫かな、うさぎじゃない、猫ですかね。猫の LED ライトですかね。10、30って書いてあるのはタイマーがついてるんですか。10、30。うわ、これ単位がわからんな。10分後に切れますみたいな、そんな感じか。で、これは LED は LED じゃない。お、電池別売りか。うわ、めんどくせえ。めんどくせえ。電池別売り買いといてくれよ、おい。あ、こちら、この商品ね、ちなみに270円で購入できました、ね。通常やとね、300円なんですけど、なんか2月1日とかね、3月1日、4月1日、毎月1日はセールやってるみたいで、これね、30円引きで買えたんですよ。10% オフみたいな感じで買えるんですか？それは早速ね、ちょっと LED じゃない、で、電池？これ多分ね、CR203 なんとか、2032かな、なんかやと思うんですよ。ちょっと電池探しときましょうか。確か持ってたはずです。出ました。CR2032 ですね。多分これが合うと思いますよ。大体 LED 商品ってね、こういうのなんですよ。2032ですね。もし持ってない方がいらっしゃいましたら、ダイソーとかでね、2つで100円で売ってますのでね。で、これで、あ、USB インターフェースですね。ちょっと最初から歪んでないか。で、これは、低角ですけど、なんか白すぎて見えんな。ホワイトバランスがどうのこうのとかじゃなくて、白くて見え。1W って書いてるんですか？ 5V 1A って書いてるな。じゃあ計算が合わんやないか、ワット数の。分子の自宅のコンセントにはね、USB インターフェースがついてるんですよ。で、こう挿します。あ、いきなりオンするんか、これ。こう角度調整が可能ということですね。わ、明るすぎてキャラクターの色が映ってない。待って、これ、部屋の照明切ったらええんか。ちょっと待ってくださいね。赤見えてないよ。赤見えてないわ、これ。赤。カメラの色味をちょっと調整しました。ああ、いらんもんが映ってる。いらんもんが映ってるで。で、これで、ライトのオンオフができると。あ、明るい。さらに明るいモード。ちょっと暗いモード。1、2、3段階調整ができるみたいですね。で、オフとオン。これでオンして、ライトの色の調整と。で、これ10って書いてるのは、多分タイマーですよね。ほんまですか？タイマーかな、おい。ちょっと待ってください。これは小さすぎて読めんわ。この英語動向じゃなくて、10 for 10 minutes。 あ、やっぱ10分のことですね。 and 30 for 30 minutes。 10分から30分のタイマーがこれで調整できるっていうことですね。で、勝手に切れますと。そういうことになりますかね。うん、なんか可愛いな。猫っぽいけどよくわからん、なんかのキャラクター。インサートだけ撮りましょうか。 5V 対応なんで、パソコンとかつなげてもいいかもしれないですけどね、ちょっと消費電力が大きすぎるかもしれないです。1アンペアって書いてたもんな。だいぶ電気食うな。だからこの、なんていうんですか、アダプター、1アンペア対応のアダプターってね、そっちこれやったらいけると思いますね。ダイソーとかでね、500ミリとか書いてるやつ、あれはちょっと厳しいです。これ1アンペアって書いてたんでね、そこそこ電気が流れますと。あ、でもこれマックスの時やな。明るさ調整でマックスの時が多分1アンペアですね。この3段階調整の3段階目やったらどんだけ食うんかちょっとわからないんですけど、こちらの商品リンクの方ね、また動画概要欄の方にね、リンク貼り付けておきませんので、自力で探していただけると助かります。アリエクでね、探したらすぐ出てきますよね。ティームにも売ってるかもしれないです。久しぶりの LED 商品の紹介じゃないですか。もう一時期ね、狂ったようにダイソーの商品買ってたんですけどね、久しぶりに買いましたね。これ LED が中に4つついてるっていうことですかね。0.25W×4 って書いてる。そういうことは、このモードで動画がついてる。
ってるっていうことじゃないですか。一番暗いモードで、おそらく LED のつく個数で明るさを調整してるもんやと思うんですよ。 5V なんや、中国語でよう書いてるけどよくわからんな。型式かなこれ、 W-005 って書いてるのが型式ですかね。ダイソーにね300円でこの調整できるやつは、なんか電池3個のやつやったんですよ。でいろいろイルミネーションが変えられるやつ、しかしこれはこれでなんか USB 直でいけるんで、その電池気にしなくていいですよね。まあ、ここのリモコンの電池は気にしないといけないんですけど、いいんじゃないですか。明るさ、明るさ調整可能の LED ライトの紹介でした。これ猫以外になんか別のモデルがあるみたいですね。プヌシは猫を選定しました。あとは以上で終わりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。深夜1時回ってるんですよ。静かに。明日会社やで。早寝とあかん。ここや。今更ここや。